皆さんこんにちは、クラリネット奏者の武田忠義です。私は40年前に、国立音楽大学を卒業しまして、この4月より国立音楽大学の学長に就任いたしました。バンドレンのリードは、もう学生時代から愛用してます。つまり40数年になりますかね。そして今回、この V21 というのが新発売ということで、試しましたらもう本当に素晴らしいということで、やっぱり特徴としまして、もともとクラリネットって楽器は低音から高音まで非常に音域が広い楽器なんですけど、それに関して高音がですね、特に痩せないっていうんですかね、しっかり出るという、そこが一番魅力じゃないですかね。それから私はクラリネットのその多彩な音色といいますか、その色彩とそれから響きっていうのを非常に大切にしてるんですけど、その辺がこの V21 っていうのはすごく対応に出せるかなという感じします。それからいわゆるレスポンスの良さというのがもう本当に際立っていると思います。具体的に言いますと、タンギングなんかが非常にきれいにクリアにできるというのがすごく特徴だと思います。先ほどすぐ本番で使ったって言ったんですけど、実は先日モーターとのクインテットを演奏したんですね。そうしましたら学生たちがすぐに楽屋に来て、先生音変わりましたって言ってくれて、変わったっていいのか悪いのかどっちなんだって言ったら大変素晴らしいって言ってくれて、実は V21 に書いたんだって言ったっていうエピソードがありまして、その後学生がもう次々と書いてるようです。特に日本の場合吹奏楽が非常に盛んなんですけど、つまり吹奏楽の中に入って、クラリネットセクションの中で音質を合わせるとか、それから他の楽器と音を合わせるとか、そういった場合にこのリードはさっき言いましたけど、下から上まで非常に太い音が出て出せないので、アンサンブルの中でも非常にやりやすくなるんじゃないかなと思います。ぜひですから、プロとか音大生とかいうのはもちろんですけど、アマチュアの方たちにも勧めたいと思います。